やっぱりスマホの充電には充電スタンドがいいかなって最近思ってます。はい、タケヒトです。今日はですね、スマホの充電スタンドについてお話ししようと思います。メルキンさんからですね、こちら6月14日に発売したばっかりのブートアップだったかな、ワイヤレスチャージスタンド 10W という製品をご提供いただきましたので、皆さんにご紹介していこうと思います。アップルとかがね、好きな人はこちらのメルキンさんご存知かなと思うんですけれども、アップルストアなんかで取り扱いがされている高品質なスマホのグッズとかを出していらっしゃるメーカーになります。で、世の中スマホスタンドっていっぱいあるじゃないですか。安いものから高いものまで。で、こちらのベルキンさんはですね、僕のあくまで印象になるんですけども、まあそれなりのお値段がするんですけれども、高品質なものを出していらっしゃるメーカーさんという感じなんですが、6月14日に発売になったこちらの商品なんですが、ベルキンさんにしてはお安くてですね、高品質、コストパフォーマンスの良さそうな製品と。で、まあ近頃 iPhone 8、iPhone 10ぐらいからですね、無接点充電ができるようになりましたので、まあいちいちライトニング持ってなくてもね、こういった地位に対応したような充電パッドがあればどこにいても充電できるというような感じです。で、 Android に関してはですね、 iPhone を充電するよりもですね、早く充電できる規格があったりしますので、 Apple 好きじゃない Android 好きな方にもおすすめできる一品となっております。それをですね、早速ざっくり開けて中身の方をご紹介していこうと思います。 T ラボチャンネル。はい、それでは早速開封していきましょう。正式名称はね、ベルキンさんのブーストアップワイヤレス充電パッドでした。私さっきなんかブートアップとか言っちゃったけど、ブーストアップですね。はい、それでは早速開封していきましょう。まあ、外観はもうそのまんまですね、こんな感じのようです。じゃあ早速開けてみましょうか。オールソー4と書いてあるね、 iPhone XS、XS Max 充電できるよ、 XR、X、8、8 Plus、S9 とかって書いてあるんで、まあ基本的には Qi っていう規格に対応しているものだったら全部充電できるよという感じだと思います。それでは早速開けてみましょうか。よいしょ。このね、緑の感じがもうベルキンさんって感じだよね。そう、この緑といえばもうベルキンっていうような感じですね。じゃあ早速オープンします。せーので、ドン、オープン。よいしょ。こんな感じ入ってるな。おいせ、おうおう、よいしょ。で、中入ってるのは、まあ、充電パッド先出しちゃおうかな。充電パッドを先に出します。こんな感じだね。と、 USB のあれだね、ちゃんとコンセントついてますね。ちゃんとベルキンって書いてあるやつですね。と、マイクロ USB のケーブルがついているという、こういうセットでございます。で、これなんですけど、特徴をざっとお話しさせていただくと、まあ、色の方がですね、2色あって、今回は黒ですね。私が持ってるのは黒と白という、まあ、アップルっぽい感じの白いものもありますよという感じでございます。充電に関して言うと、まあ、私が使っている、まあ、この iPhone ですね、こちらは 7.5W で充電することができますよと。で、 Android は Qi で対応している Android に関しては、まあその本体の性能とかによったりするみたいなんですけど、 5W から最大 10W で充電ができるというような感じみたい。なので 10W 充電だったらそれなりに早く充電できるんじゃないかなという感じがしてます。で、この、USB の充電器材は QC3.0 に対応しているはずなので、 QC の 3.0 対応のプラグというような感じですね。これぐらいで、これお値段なんですけど、このセットで、まあ家電量販店でだいたい5000円ぐらいって感じかな。で、 Amazon で買うと4500円ぐらいということで、500円ぐらい安く購入できるというような感じです。で、これなんとね、保証期間が3年、36ヶ月ついているというところも一ついいところなのかななんて私は思ったりしましたけどね。早速 iPhone やってみましょうか。ただ充電の速度とかね、そういうことは僕実はあんまり気にしていなくて、なんで気にしてないかっていうと、高速に充電できるっていうのは基本的にはあんまバッテリーに良くないっちゃ良くないんですよね。なので、急速充電よりはのんびり長く充電してる方が僕は結構好きだったりしますね。じゃあこれ早速つないで、まあ、すぐ充電したい時ってもちろんありますけどね。で、これを裏側だね、裏側にこういう通すのがあって、ここに差し込む感じなのかな、 USB、 こういう感じだ。だから置くと裏からはこんな感じになりますね。ちょっと見づらいかもしれないけど、こんな感じで裏側からは見るような感じで、これ縦置きにも横置きにも対応していて、こういう感じで
あ、ケースでも充電されるね。大丈夫だね。アップル純正のケースぐらいやったらびくともしないで充電されるという感じですね、ちゃんと。で、横置きもこれ対応してるんで、横に置いても充電できますよって。これ結構僕的にはメリットで、立てかける型のスタンド僕好きなんですけど、こういう風に置くタイプのやつ、僕昔の古いやつ1個持ってるんだけど、それがね、こうやって横置きにするとね、充電できないんですよ。で、これ何が不便かっていうと、液晶モニターの手前とかにこう立てかけておくときに、やっぱこうなると、最近のスマートフォンってでかくなってるから、昔と比べると。液晶にね、かかっちゃってね、下の方見えなかったりするんですよね、こっちから見たときに。なので、こうやって立てておくこともできるし、横にこうやって置くこともできるというのはメリットかなって思います。ただ iPhone に関して言うと横向きで顔認証これできないから、 10S も10もなので、まあ基本的には立てておいて、顔認証がこれだったら使えますよっていう感じかな。ただまあ横置きに対応していることで、まあなんか通知とかが来た時だけ手に持つっていうような使い方がこれでできるようになるんじゃないかなって思います。で、比較対象としてなんですけど、もう一個私が持っているのはこれなんですけど、アンカー、まあ皆さんご存知ですよね、アンカー。こちらも結構有名なメーカーですね。僕のイメージではアンカーはどちらかというとコストパフォーマンスがいいみたいな、品質としてはやっぱベルキンの方が良くて、こっちの方が安くてみたいな感じなんですけど、なので基本的にはベルキンの方が高い、でもそれは高品質だからっていう感じなんですよ。で、こちらのアンカーさんが出している、これも私も使ってるやつなんですけど、これがですね、だいたいお値段感で言うとスタンドとこのケーブルでだいたい3000円ぐらいっていう感じなんですよね、黒が。で、これってUSB の部分が別売りなんですよ。まだ使ってるの、自分の持ってるやつ使ってねって意味なのかもしれないですけど、でもこの QC3.0 対応のやつ、これを買うと5000円ぐらいになっちゃうんですよね。なのでそういう意味で言うと、このベルキンのセットとこのアンカーのやつがお値段がちょっとベルキンの方が安いような感じになるので、そういう意味ではベルキンの充電パッドが5000円で買えるようになったと、この充電パッド、ベルキンさんのやつが5000円で買えるようになったというのは、ベルキン好きの私としてはとても嬉しいなという感じでございます。なのでベルキンの製品欲しいなと思ってるんですけど、ちょっと高いなと思ってる人はぜひこちら、家電量販店とかで見てみたりとかね、 Amazon で見ていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はブーストアップワイヤレス充電スタンドのご紹介をさせていただきました。こちらの製品、同じ名前で以前から発売しているものがあって、そちらはもうちょっと高級仕様でお値段が高いんですけれども、今回この6月14日に発売になったものは、お値段をですね、もうちょっと以前のものよりも安くして、よりコストパフォーマンスの高いものに仕上げているという感じです。ただやっぱね、信頼のベルキンさんなので、そこは私は多少廉価版になって、素材が多分プラスチックを使ったりとかしてお値段を下げているような感じだと思いますので、そういう意味ではすごく信頼しています。そしてなんといっても3年保証というところも素晴らしいなって感じですね。で、 iPhone とか使ってる人はやっぱライトニングで充電するのに慣れているので、あんまりまだね、充電パッドを使って充電するっていうのが使われている方が少ないのかななんて思ったりするんですけれども、あんま iPhone8 以降ですね、ワイヤレス充電チーン対応しましたので、まあまあこういうものを使っていただくと、まあ例えば立てかけておくっていうことですよね。寝かしておいとくと顔認証うまくいかないよとかってあるんですけど、こうやって立てることで充電しながら顔認証もできるという感じですので、ぜひとも iPhone とかお持ちの方もですね、そろそろこういう充電パッド、充電スタンドですけどね、これは使っていただくのもいいんじゃないかななんて思いました。で、この製品はスタンドなんですけれども、この部分だけが横に寝てるような、充電パッドというものもありましてですね、その2製品あります。で、ワイヤレス充電パッドの方がちょっと安いんですけど、僕はスタンドの方が好きなので、これを今回はご紹介させていただきました。気になる方はですね、詳細欄にリンクが貼ってありますので、ぜひともそちらからですね、どういう製品なのか見てみてください。はい、ということで今日はベルキンのブーストアップワイヤレス充電スタンドをご紹介させていただきました。また次の動画で会いましょう。バイバイ。はい、ということで今日の動画良かったなと思ったら高評価、これからも私の動画見たいなと思ったらぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんはスマホの充電、未だにケーブルを使ってますか、それともこういうパッドを使っていますか。意見とかね、私のこだわりみたいなのがあったらぜひともコメント欄に書いてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。